東京都立日野高等学校は、東京都日野市石田一丁目にある都立高等学校。なお、二年次では、文系、理系へと、緩やかに分かれ、より専門的な内容を学習。三年次では、文系大学向けの A 類系、理系大学向けの C 類系、文系、理系にまたがってバランスよく、学ぶ、B 類系の三つのコースに分かれる。野球部の都立強豪校として知られ、 プロ野球選手も輩出。2016年プロ野球ドラフト会議では、本校卒業の佐々木選手が、千葉ロッテマリーンズより一位指名を受けた。都立高校出身での一位指名は、史上初の快挙である。2009年の全国高校野球西東京大会ベスト4、また同年東京都周期大会でもベスト4まで進出し、 選抜高校野球の21世紀枠水薦校となる。また、2013年の全国高校野球西東京大会では、初の決勝に進出し、3年連続の甲子園を目指す競合日大三高に前線するも、0から5で敗れ惜しくも、準優勝となった。西東京での都立高校の決勝進出は、東山都高校以来、28年ぶりの快挙であった。 バスケットボール部も都内強豪校であり、関東大会にも出場している。同スポーツ特別推薦も5名募集している。ありがとうございます。